仲間だよね。なんか泣いてますね。ウルサンティタシタカル。アキタムトシ。ついていけばいいのかな。とりあえず、ま、守る感じで。バヤシャンティ、ムシ。あ、そう、さっきの続きね。あ、いますね、敵。あ、違う。あ、奥か。よし。そう、鍵をね、なくしちゃって。で、そう、自分がね、歩いたところを3周ぐらい、約1時間半ぐらいかけてね、探したんですけど見つからなくてね。でもう夜な、もうその頃にはもう夜中の1時過ぎてて、で大変だったんですよね。でも次の日仕事だったし、家にね入らないともうどうにもならないんで。で、馬のキーとかもね、家の中だったんで。おお、すげえ。ナイスショット。槍で頭を刺した。やるな。おお、びっくりした。みんな強いな。俺の手伝いなんていらなくね。で貸さなくても全然みんな余裕じゃん。まあアイテム手に入るからいいけど。そう、もう仕方ないからね、あの鍵屋さん呼んだんですよね、夜中。俺が住んでるところで、ちょっと決まりましたね。結構いるね、敵。僕が住んでるとこカードキーなんですけど、でカードキーだとねピッキングできないから、もうドアノブを切断するか、あの覗き穴から特殊な工具を使ってね内側の鍵を開けるか、そのどっちかしかないって言われてね。何を持ってるの。え、これは何、拠点？すごい叫んでるね。あーってすごい叫んでる。あ、なんかある。そう、でもさすがにね、あの夜中の1時過ぎに切断、そのドアノブをねぶった切るってことはできないんで、できないし僕もそうしたくなかったんで、あ、じゃあ、覗き穴からお願いしますって言ってでやってもらったんですけどね。いくらかかったと思いますか。2万7000円ですよ。2万7000円、びっくりですよ。いや本当痛いですよ。で僕ね、まあすごい個人的な話になっちゃうんですけど、じゃあちょっと待ってね。うわ、いっぱい出てきたね。これ何なの。これはサイドミッション的な感じ。まあ、とりあえず行きましょう、こっちにね。そう、
ゴールデンウィーク、給料がね、ゴールデンウィークの後なんですよ。だから、ま、ゴールデンウィーク中は、給料日前、あれこれ敵じゃない、あ、味方か。あれ、おお、おー、注意。オオカミ、なんだよここすごいな、いっぱい出てくるな、いろんな。結構上の方ですね。そう、そうなんです、すいませんね、なんか話が飛び飛びでね。そう、ゴールデンウィーク中は僕給料日前なんですよね。だから結構ね痛いですね、今回のその鍵あげてもらうのに使ったお金がね。もうしょうがないですけどね、自分がドジなのがいけないんで。スノー大きいねあれ。これあれレアなやつだね。ちょっと待って。鹿の皮しか手に入んないのかな。あ、戻ってきた。あ、なんか追いかけられた。おお、俺かい。ほらほら。お前ら。しかも狼もいる。待って、回復した方がいい、ね、し、え、夜は暗くて危険だ。うん、でも、夜になるとユニークな動物も出てくる。植物もそうなんだ。なるほど。ちょっとこれ急いだ方がいいけど、ちょっとこの動物は借りたいな。どれ？あれか。見えない煙で。どれ？あ、あれか。やばい。何？あ、狼だ。あ、逃げた。いや、またにしよう。動物は。もうとりあえず急ごう。おお、なんか光ったよ。何これ。あ、夜にしか出てこないやつ。これ夜になると花が咲くんですかね。なんか追いかけられてる気がする。あ、追いかけられてる。マップに出てますね、赤いのが3つ。ちょっと待って、これどっか登れるとこない。ダメだ、持ってないこの道具。あ、でもどっか行った。オッケーオッケー。これどっか登れるとこないの。夜怖いね、すごい。いろんな鳴き声がする。間違えた。しゃがんじゃった。
右に出てるマーク何なのあれ。何アイヌシか。おパグ、バグなんだっけ、バグパわかんねえそれもう目的地よりもなんか狩りに熱が入ってきた。やだーって聞こえたけどなんか戦ってますね。まあ多分あれ敵でしょうね。バックバックか。あ、なんか来た。何え、何見えない。ちょ、イノシシ。おー、なんだ、ちょ、やべやべ、ちょ待って死んじゃった。これはあの焚き火、あ、違う、焚き火のところじゃ、なにこれ。うん、あ、拾えないのかこれ。なにあれ、うん、なにあれ。いましたね。戦ってる。わつえ。ごめんね。俺の仲間なのに目が光ってる。怖え。やべ来た。やべ。あ、死んでる。ヒグマ。おお、なんでなんで、ちょっと待って、ね、待って、ほらほら、この野郎。一回戻った方がいいな。ちょっと回復しよう。あー来た、なんか狼。もうなんなの夜危ねえな本当に。ちょっと一回キャンプ戻って、ベッドあったかなあそこ。寝る、あ、あったあった、寝るとこ。寝ちゃおう。夜は危ない。ああ、なんかいいっすねこういうの。あと少しですね、目的地まで。これって石とか投げれるのかな、今までの。あ、これ待って、あ、これ違うね。手なずけられない。あ、今は無理ってことか。あ、すごいっすね、こんないっぱいあるんだ。これは回復。え、石ないのこれ今回。あ、あったありましたね今回も石。これはね、あ、やばい。おーっつ、はい、やばい、あいつ槍持ってたの今。あ、動いてると難しいですね。じゃあ槍を投げよう。
当たったあ、ちゃんと回収できるんですね、槍も。ちょっと待って、何がいる。危険がいっぱいですね、このゲーム。あれ、もう一人どこ行った。あれ、どこで倒したっけ。けどどうせ拾えないからな、これ。まあ、なんか聞こえる。Pada waida, uhaida, tinsai. Nai, nai. Jasa, ujasa da. Hasar. Wah. Ashai ubaja. Uguie fas wasnas pa.うわぁ、気持ち悪い。ウテシャイユスラウガクワシャダルガ。なんかこういうのって必ずありますよね、ファークレ。で、なんかラリって違う世界に行くみたいなね。あ、やっぱそんな感じ。逃げないですね、動物が。もうすごい立派なんですよ。フクロウを見つける。すごい、こんな鹿ってこういう鳴き声なんですね。いかついね。あ、これか。僕はリンシャした。お、飛んでる。これ自分で今操作してますね。お、なんかあれみたいですね。ファーグライフ4のシャングリラ行った時こういうシーンありましたよね。多分こう木にぶつかるとね、死んじゃうんでしょうね、水の中。すごいですよね、こういう世界観。毎回思うんですけど、ファーグライ、ファークライ3だとね、ドクターに変な薬飲まされて、あ、違う、洞窟入った時になんか吸っちゃったんですよね。で、ラリっちゃったんですよね。で、4だとなんか2人組のやつにいつもね無理やりやられちゃうんですよね。あれ何でしたっけ、注射だったかな。
注射かなんか打たれて違う世界に行っちゃうんですよね。綺麗ですね。でもこういう世界観。あ、また飛ぶの。これで何かね、解除されるでしょうね。今度電気が入ってますね。なんだなんだ、すごい鳥がいっぱい。まだ逃げんの？お、今度トラがいますね。名付ける。どうしどうし。あ、仲間にできるんだ。でも戦ってくれないですよね、フクロウはね。おお、かわいいかわいいですね。ビーストビジョン、じゃあ来てくれるんですね。とりあえず外に出ましょうか。あ、でもな、ちょ、時間的にちょうどいいから、今回この辺にしようかな。はい。ということでね、ファークライ、ちょっとまだね、どんな感じになるのかね、まだつかめないですけど、まあでも面白そうですね、いろいろとね。はい、動物をね、仲間にできたりとか、これからね、多分いろんな人をこう仲間にしていくんですかね。はい、ということで、お疲れ様でした。またね、よかったら見てください。バイバイ。